明けましておめでとう。おめでとう。ごめんなさいね、さきちゃん、突然お邪魔しちゃって。いえ、大丈夫です。ピキピキの皆さんにも新年の挨拶をしたいなってちょうど話してたんです。みんな振袖なんだね、似合ってるよ。今日はこれから初詣。そうなの、忍は昼まで寝てるだろうからってお昼まで待ってから迎えに行ったんだ。アポなしで押しかけといてよく言うよ。忍ちゃんの振り袖姿かわいい。やっぱりこうなったか。ノア、抱きついたりしちゃダメだよ。せっかく着付けしたの崩れちゃうでしょ。わかってるって。ねえねえ忍ちゃん、抱きつかないから代わりに写真撮らせて。エソラが言ってた会わなきゃいけない人ってフォトンのみんなのことだったの？あの手紙とフォトンに関係なんてないはずだけど、エソラ何を考えてるの？京子さんどうかしたんですか？なんだか怖い顔をしてますけど。ううん、なんでもないよ、サキ。ところでソラ、今日は挨拶に来ただけじゃないんでしょ？ええ、実は今日忍の家でこんなものを見つけまして。なるほど、これがその謎の手紙ね。まさかフォトンのみんなも巻き込むことになるなんて。これでますます本当のことを言い出せなくなった。はい、それで少し気になることを思い出したんです。気になること？確か妖馬学園の七不思議に似たようなお話があったと思い出しまして。私は記憶が曖昧なのですが、博識なノアさんなら詳しくご存知かと。消えた委員長の話ね。消えた委員長？これは10年ほど前、妖馬学園で本当に起こった話です。その日、院長である女子生徒は仕事を片付けるため、夜遅くまで妖馬学園に残っていました。それを最後に、委員長を務めていた女子生徒は学園から姿を消しました。それから1年ほど過ぎたある日のこと、いなくなった女子生徒の親友の家に一通の手紙が届きました。ごくり。差出人不明の手紙にはたった一言、血文字で書かれていました。助けてと。やめてよノアちゃん、怖くて学校に残れなくなっちゃう。ゾッとする話よね。やっぱり思っていた通りだったわ。じゃあもしかしてこの手紙は七不思議の？そんなのは都市伝説と同じでただの噂でしょ。でも偶然にしては出来すぎだと思わない？それは確かにそうだけど。いや、ただの偶然なんだけどね。その話、私も聞いたことあるよ。でも、その話にはあまり知られていない続きがあるの。続き？うん。行方不明になった生徒をさらったのは、実は人間でも幽霊でもなくて、宇宙人だったんだよ！なんだって？なんかますますとんでもない話になってきた。